の5分ちょっとでこんなに滑らかないちごのピューレができるんだよ。自動調理ポットを発明した人って天才だね。チャンネル登録お願いします。いちごはきれいに洗ってヘタを取り、4等分にカットする。あとは材料を全部自動調理ポットに入れて、スイッチを入れるだけなのだ。これだけでいいのだ。蓋をちゃんと閉めてね。モードボタンをタッチしてホットを選ぶ。スタート。数分間くるくる回って加熱してから5分間攪拌するよ。終了。5分ちょっとで作ったとは思えないくらい滑らかなのだ。小分けにして冷凍保存しておけば、好きな時にアイスやケーキ、ムースが簡単に作れちゃうのだ。試してみてね。